ミハイル・プレトリウスは、ドイツの作曲家、オルガニスト、音楽理論家。当時の最も多作で最も多彩な作曲家の一人。プロテスタントの賛美歌の発展において、とりわけ重要。プレトリウス一族の最も有名な音楽家である。大ッハの記事で知られる、アイゼナハの北西約10キロメートルに位置する、村クロイツブルクに生まれ、トルガウや、フランクフルトアンデアオーダー。 セルプストなどで学ぶ。フランクフルトのマリア教会オルガニストを務めた後、1604年からボルフェンビュッテル宮廷にて、オルガニスト研究廷学長に就任。1613年から1616 16年まで、ドレスデンのザクセン宮廷に使え、ベネツヤア学派の複合商用式による最新のイタリア音楽を演奏した。ジョバンニ・ガブリエールのようなベネツヤア学派の作品を、 熟知していたおかげで、プレトリウスはその後に、教会コンチェルト様式を発展させることができた。プレトリウスは、花肌多作な作曲家であり、ザムエル・シャイトや、ハイン・リヒシッツ、同時代のイタリア音楽の影響を示している。プレトリウスの作品は、1000曲以上のコラールと賛美歌の、編曲を含む9巻の曲集、シオンの音楽ムサエ・シオニアエなどがある。その他は、 ほとんどがルター派協会のための作品である。部局集、テルプシコレーテルプシコーレは、プレトリウスの現存する唯一の世俗音楽集である。三巻の論文集、音楽大全シンタグマムジクムは、同時代の演奏習慣や楽器について詳細な説明と図解がなされ、音楽学、形態学研究や古学演奏の分野にとって、重要な文献となっている。ありがとうございます。